確かに私のような見た目の者にとってこの世は生きづらい。長年悩んできた自分の見た目をテーマに一人芝居をする女性、川除静香さん。顔の血管に異常な塊ができる顔面動静脈奇形という生まれつきの病。アヒルのガーコってよく言われましたね。汚い、バイ菌がうつる、人の言葉に傷つきました。よく育ったなあいう。あ、よく恥ずかしもなしに連れて歩くねとか言って言われましたけど、なんでよ。だって一人の人間やし、別にどういう引き目もないし、私はそういう思ってます。母明美さんは普通に育てようと努めました。そんな母のもと明るく育った静香さん、仲のいい女友達もできました。でも男性に対しては強い苦手意識が。こんな顔だと告白したらダメやよねみたいなことを言ったら、まあ、泣きながら、なんかなんでそんなこと言うのみたいな。あなたの武器は性格だよっていうことを言われて、あれがなかったら今はない。静香さんは4歳年上の悟さんと結婚。面白そうなやつやなと、まあ、自分の中ではあんまりね、見た目の重要性はあんまり関係ないというか、その人からジロジロ見られるのが嫌なんなら俺は着ぐるみ着て隣歩くみたいなことを言って。2人の元気な男の子も出産。ありのままの自分を受け入れてくれる家族に囲まれ、やっと自分のことを好きになれました。あざや傷、見た目に悩みを抱える人は全国に100万人以上いるといいます。見た目に悩んでいる人がいることを知ってほしい。6年前から自らの体験をもとに一人芝居を始めました。森の動物たちは僕の顔が嫌いなんだって。いろんな人がいるっていうことを知ることで、あ、別に特別じゃないんだっていうのが分かってほしい。静香さん、あなたは今幸せですか？こんな見た目の私が本当に幸せになれるのかなって、心の片隅ではずっと不安だったの。それでもね、一生懸命がむしゃらに生きてきたら、いろんなところに幸せがあることに気がついて、私とっても